江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっと汚い話題なんですけれども、こちらでございます。1年前に報道した糞尿の山、現在どうなってるのか見てみようというですね、記事がありました。映像もあるんですけども、こちら、はい、それではですね、これね、なんかそんなに大きな話題じゃないじゃないかという方もいらっしゃると思うんですけど、なんかやりたくなっちゃったんですよね、この記事。はい、じゃあですね、見ていきたいと思います。それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃん、お願いします。私もまだ動画見てない。多田急北道堤川の山中で、およそ700トンの糞尿が捨てられ、ハエが大量発生し、悪臭が漂っていた現場、1年前にお伝えしました。視聴者の皆さんから、最後まで追跡して、結果を教えてほしいという声が寄せられていました。うん。今、現場がどれくらい変わったのか、記者がもう一度追ってみました。お記者、こちらは多田急北道堤川のある村です。 JTBC は1年前、誰かが山中に700トンもの糞尿をこっそり捨てた事件を報じました。肥料じゃなくて山の中に入ってきました。掘り起こした場所に豚の糞尿が山のように積もっています。重機は作業を中断したままで、シャベルや手袋もそのまま残されています。豚の糞尿は雨水と混ざって山の麓の村へ流れ込んでいます。村のあちこちにハエも群がっています。こちらは現場から300メートルほど離れた村民の家です。ハエがどれくらい多いのか実際に捕まえてみました。ほんの数日で起きたことです。村民は環境汚染に悩まされていました。キムドンレ村民、2023年、ハエがもうたくさん来ていて、朝外に出ると全身に飛びついてくるんですよ。政府は点検する権限がないと話していました。環境部、2023年、家畜糞尿の排出施設に関する許認可や点検権限は自治体にあります。農林畜産食品部、2023年、検討してみると、農林部の管轄ではないかもしれませんね。私が一度、堤川市に正確に確認してみます。JTBC が現地の登記簿を確認すると、貨物運送業を営む土地所有者の名前が出てきました。このパクさんは4年前の2020年にこの土地を購入し、2022年11月から糞尿を捨て始めました。管轄の自治体には11トンのみを申告し、実際には700トンを積み上げていました。パク帽子土地所有者、2023年、一時的にネズミミバみたいに使っただけです。長靴履いて入ることなんてできませんよ。ここまで沈んでしまうんですから。今日、私、長靴履いて入ってきましたけど、ここすべて沈んでしまいますよ。じゃ、あいつ全部片付けるつもりですか？パク帽子土地所有者、2023年、今月中にやりますよ。収束までには、全部片付けるつもりです。JTBC の報道後、視聴者からは、最後まで追跡して、結果を教えてほしいとの声が寄せられました。それで再び取材しました。1年前に取材した現場です。どれくらい変わったのか再び訪れましたが、まだ糞尿はそのまま積まれた状態です。1年前に来た時と比べると違いが見られます。悪臭もひどく、草がたくさん生えています。外から見ると土に見えますが、深く掘ってみせますね。深く掘ってみると、このようにあちこちに黒い土が確認できます。1年が経ちましたが、何も変わっていません。村民たちは悪臭に苦しめられ続けていましたが、こちらを見ていただくと、このように糞尿が雨水と混ざって溜まってしまったためです。もう村民たちは諦めています。キムドンレ村民、持っていく場所もないんでしょう。だからそのまま置いてあるんでしょうね。多分片付ける姿なんて見たことないですよ。この山を元の森に戻す方法はないのでしょうか。JTBC が取材を始めると、自治体は土地所有者のパクさんに対して3度にわたり、現状回復命令を通告しました。しかし、守られることはありませんでした。結局、自治体は JTBC の報道から1年後、大執行を決定しました。大執行とは、行政上の強制執行の一種で、義務者がその義務を履行しないときに代わりに執行することを意味します。コンボムス堤川市町産地管理チーム長、開墾許可を取り消し、来年4月までに復旧を完了する計画です。森に戻るようにします。
堤川市長の産地管理チームは JTBC に税金を使わずに土地所有者の保証保険金で糞尿を片付け土を整えて木を植えると伝えてきました。土地の所有者が責任を放棄し、政府が管轄をめぐって言い争っている間に環境は取り返しがつかないほど破壊されてしまいました。今からでも改善しなければより大きな被害を防ぐことはできないでしょう。はい、というね、記事でした。私もこれ動画見てなかったんですけど、このシーンだね、私も動画にしたことがありますね。はい、それではですね、こちらに対して韓国の反応いってみましょう。はい、それではですね、1人目こちら。刑務所に入れてから始めろ828。土地所有者が村民たちに賠償金を支払うべきです。莫大な環境汚染の被害を受けるのは結局その地域の住民だからです。625。大都市では到底考えられない行動では、力のない年配の方々を無視した行為でなければあそこまでやることはできない暴挙です。194。いっそのこと地形にするか、農場を没収しろ。こういう時こそ本当に厳しい独裁が必要だ。163。畜舎を都会に建てれば環境浄化も進むだろう。地方のあちこちでは家畜の区 X 尿で自然が腐り果てている。政府と自治体はきちんと仕事をしろ。選挙の時はどうにかすると言っているが、それは完全に嘘の欺瞞だ。次の選挙で見ていよう。136。現状回復命令に従わないなら強制執行して、さらに求償権を請求しなければ。堤川市長は何をしていたんだ。環境汚染で住民が受けた被害は計り知れない。全財産を差し押さえてでも、ああいう奴らを全て捕まえ現状回復させろ。廃棄物処理業者なんて詐欺師ばかりだ。670。記者さん、追跡報道をしてくださりありがとうございます。あの記事を見てとても残念に思っていましたが、まだそのままだなんて本当に悔しいです。330。どうせお互いの管轄ではないと言って責任を押し付け合い、何度か紙切れのような通知を送ってただけで時間を浪費していたんだろう。関係者全員を見つけ出して辞職させて追い出し、現状回復を自分たちでやるように強制労働でもさせるべきだ。210。堤川の自治体職員がこれを知らないはずがない。職員が腐敗して裏金を受け取ったか、仕事をしていなかっただけだ。追跡報道があると思っていなかったから報道されて処理することになったのだ。関係する職員たちを処罰し、被害住民には賠償しなければならない。22。毎日毎日責任を押し付け合って、調査が始まると奇跡のように担当者が現れる。140。チヨン・ドゥファンがいなくなって社会の規律が乱れている。12。区 X 領の中に土地所有者を埋めてしまえ、その地域の住民たちは大変苦しんだことだろう。70。はい、というね、意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきましょう。はい、それではですね、上の方からいきますかね。別に見なくていい、わら。トンスル量産するのか W? 普通、堆肥かなんかになってんじゃねえの。でも、李氏や左遷時代には飲んだり皮膚にこすりつけたりしていたんだから問題ないだろ。トンスルメタンは主源ですよ。まるでどこかのジャンボリーみたいな結果だな、わら。思い出した、思い出した、ありましたね。大丈夫、加熱すりゃハエも食える。ハエを並べんなよ。こんなこと上流でやられたら水源が終わるわ。レポーター、ではちょっと食べてみましょう。ペロッと。机に虫がいっぱい湧いてるところで食事をしてる動画があったな。兄貴分の国だったかな、わら。なんか穴掘って埋めると蚊やりようがあるでしょうに。収束までにやりますよ、もう終わってんじゃん。レポーター、ご馳走に夢中なご様子。一生懸命掘ってたね。これ火をつけたらボタ山みたいに数年燃えたりするのかな。ガスとかそういうやつで。いやー、とっても清潔で住みやすい国ですね、わら。憤慨しちゃうね。もうしてたやつらとっくにとんずらしてんじゃない。1年も経ってるんなら、わら。やっぱ渓谷は権威主義の独裁国家じゃないとダメなんだってあれほど言ったのに。もう土の上からマンション建てたらいいじゃん。壁の中にあるか元にあるかの違いだけだろ。住民が訴訟しないのもおかしな国だなと思う。なんで堆肥にして有効活用しないかな。ダメすぎるから手に負えなくなる。どうなんだろうね。うん、豚って豚の飼料、あ、豚の糞尿って堆肥になんの。
わかんないけどさ、うちの近くは牛ですよ。おお、もうあの香ばしい匂いが漂ってくるけどね。あとでスタッフが美味しくいただきました。わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。